水、酒、30、牛バラ肉、砂糖、牛の出汁の素、胡椒、それでは塩牛丼いただきたいと思います。いただきます。色はね、全く見た目の普通の牛丼とは違ってね、白っぽいですよ。いただきます。うまい。うん、塩味といっても全く薄いとか物足りなさはないですね。生姜の風味と、ね、塩がうまく絡んでめちゃくちゃ美味しいです。今日のね、タレだと、今日のつゆだと1人前だとかなり結構多めなので加減して使ってみてください。美味しいですけど、塩っていうのがね、最近ハマってて、うん、ちょいつゆだくみが美味しいです。牛丼にはこの安めのね、牛バラ肉が美味しいですよね。粉唐辛子、一味唐辛子とかかけても味変で美味しいかなと、あと卵、もちろん卵も美味しいかなと思います。それでは今日は塩牛丼、こちらの方をご紹介させていただきました。参考になった方いましたらいいねボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。